昨晩は愛媛県の宇和島市にある鳴川渓谷キャンプ場というところに、泊まりました。ロッジなどもあり、国立公園の中にあるので、結構いいキャンプ場でしたが、残念なことに、電気がつかないのと、水が出ないという状態で、ちょっと不便な、環境でしたが、昨日の、昼、過ぎ、2時か3時ぐらいから雨がポツポツ降り出して、このキャンプ場を目指して、来たんですが、結局1時間ぐらい、雨に降られた、ぐらいなんですが、その後も雨は降り続いて、この建物の下に、テントを張ったんですが、テントが、ベタベタになるぐらい、この中に、雨が降り込んできました。スコールのような雨が降っていて、それが、木々に反射したのか霧状になったものが、この中にずっと、降り込んできました。雨自体は全部で7時間ぐらい降ってたんですが、特に強くなった、スコールの雨は、3時間ぐらいで、その間ずっと、この中も、雨が降り込むような状態になってました。もうそろそろテントが乾いたと思うので、テントを片付けて、出発したいと思います。気温もだいぶ寒くて、6度なんですが、風が少しあるので、もうちょっと寒く感じられます。由良半島の海沿い、北側にある県道をずっと走ってきました。昼間で雨が降っていたんですが、一気に天気が回復しだしました。ただ風は冷たく、強いので、非常に走りにくいです。無理せずゆっくり、走っていこうと思います。由良半島にある船越運河というところに来ました。これが船越運河になります。ちょうど由良半島の真ん中あたりを横切るように作られた運河になります。にあるのが、少し風がやはり強いのが見えます。運河はこのような感じになってます。下に、大きなミミズがいます。色が黒いのが特徴ですが、これが、九州に入りました。この辺りはアケビも、一緒のような色のアケビが鳴ってます。植生がよく似ているような気もします。由良岬の、道路のあるところの、一番先端まで来ました。このように、先端は漁港になってました。
道は少し細いですが、天気さえ良ければ、ツーリングでも楽しめそうな、道がずっと続いています。この辺りは、正面にあるようにブイが、至る所に浮いてます。漁業が盛んな場所になるみたいです。コンビニで休憩を取りました。今日は雨がずっと降ったりやんだりなんですが、虹がかかって見えます。風が強いので、気をつけて、またバイクで行こうと思います。高知県の、宿毛市の、道の駅まで来ました。ちょうど、日が沈むところです。夕日が非常に綺麗です。本当はあと40キロほど走って、足摺岬の無料キャンプ場に泊まるつもりでしたが、今日は風も強く、雨も、降ったり止んだりで、かなり寒くて予定より、全然進めませんでした。この、木の向こう側に、道の駅すくもがあります。このすくもの、道の駅の、延長上にある、この公園の、建物、舞台みたいなところですが、ここの、奥のこの場所に、テントを張らさせてもらおうと思います。ここだと風が全く当たらないので、よく眠れそうです。